りだよ。これ天使の羽がついてるの、私のためのようなリュックよ。背負ってみてもいいですか。あ、はい、どうぞどうぞ。似合う。いいけど、緑、お前いくつだ。20歳。年を考えろ、年を。ブーブーってか。でもよくお似合いですよ。とても20歳には見えないし。それこの子の手作りなんです。ハッピーベリーってブランド名で商品出してます。よろしく。ハッピーベリー、かわいいね。これおいくらですか。あ、1000円です。安い。これください。あ、はい。ありがとうございました。売れた。よかったね。私のハッピーベリーのリュック、あんなに喜んでもらえるなんて嬉しい。今回は辛い思いをした分、前より何十倍何百倍も嬉しい。こんな感激、やみつきになっちゃうよ。もう一度頑張って。ミカコ、リュック売れたの。やったじゃん。ヒース、あれ可愛かったもんね。私も背負ってみたい。俺もやめとけ。落ち込んでなんかいられない。売れなかった服たちももう一度作り直せばいい。今度は一枚一枚大切に心を込めて作るんだ。大好きな人のために作る服みたいに。